みんな早かったな。急を要する状況だからな。しかし綱手姫よ、お前はもうええのか。この機会に若いもんと変わればいいものを。お前も年じゃぜ。あんたに言われたかないね。団蔵の件はさておき、綱手様がほかげに戻ってこられて安心しました。さて、挨拶はこれくらいにして早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所はうちの者が突き止めている。ただ罠かもしれん。こちらも偵察部隊を編成し情報集めを行っている。では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。で、あとは人中力どもだが。隠す。なんだ。ナルトも B も大きな戦力だぞ。隠してどうする。わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵は内派マダラだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったら。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造が。ナルトはな。あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五カ月がまとまらなければ、それこそ勝利はないでござろう。みんなこの件については同意しています。綱田。もういい。減らず口のナメクジ姫は健在じゃな。元気になった証拠じゃぜ。八尾と九尾の隠し場所を決める。異論はないな、おかげ。わかった。さっさと先に進めろ。隠し場所はすでに決めてある。わしが B と共に修行に励んだとっておきの場所だ。というわけでだ。ガイ、ヤマト、アオバ、そしてナルト、お前たち4人はこれよりとある島に向かい、そこで雲隠れの忍びと合流。詳細については現場で知らされる手はずとなっているが、今回の任務は極秘任務となる。おのおの注意する。へへ、久しぶりの任務だな。腕が鳴るってばよ。それじゃあ各自準備が整い次第木の葉の門に集合ってことで。うん、了解だ。じゃあ俺は先に行ってるってばよ。いろいろ準備しとかないと。あ、ナルト。ん？一人で勝手に行かないようにね。もしまた一人で行動しようものなら分かってるよね。はい。ナルトに本当のことを伝えなくていいんですか。戦争から身を隠してもらうための任務だって。戦争について教えてしまえば、あいつは無理やりにでも戦場に出ていくだろう。それだけは避けなくてはならん。そうですね。ガイ、ヤマト、アオバ、お前たちはナルトを常に見張っておけ。絶対に島から出すな。はい。第三章、二人の人中力。準備完了った。よし、そろそろ行くか。
だガイ先生だけ？ああ、アオバもヤマトもまだ来てないぞ。こうすればいい。で、君はどうなんだ？もちろん準備できてるぜ。グッドだ。では早速始めるとしよう。おう。で、何を？出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで？愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所はあの雲部に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか？可能性はゼロではないだろう。なるほど。じゃあ今からの手合わせというのは？いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして、これは本腰入れなきゃならねえってばよ。いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え、そして襲いかかる猛攻を。よし、やってやる。素晴らしい気迫、俺も燃えてきたぞ。その戦闘開始。俺は雲隠れの忍び、ファイトガイ。この熱い拳でお前など一発KO だ。へっ、この雲隠れの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。さすが凱旋、雲隠れの忍びは強いってばよ。しばらく手合わせしてたはず、これほどとは。そろそろ雲隠れのハイパー攻撃を見せてやるぞ。ハイパー攻撃ってもうちょっとかっこいいことじゃないのかよ。よし、勝負あり。これで雲隠れ対策バッチリだな。サンキューな、激前先生。これが今のナルトの力か。成長したな。なかなかの戦いだったってばよ。なあ、ガイ先生。ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ、雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。襲いかかるって、そんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというか、ご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。はあ、
ガイさんのようにアレな忍びが雲隠れにいるとは思えないけど。では全員揃ったことだし、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな行くぞ。